ラックスビルドライドウォッチ紹介するよ。ガナマン、よいしょよいしょよいしょ、じゃじゃーん。みんなこんにちは。今日は新仮面ライダー仮面ライダージオーのアイテムが初めて発売になった日でございます。ということで初めて発売になったこちらデラックスビルドライドウォッチ紹介するよ。それからお店で時空ドライバーお試しできるようになっていたので、そちらの映像も見てみましょう。ついに発売になりましたね。しかも最初に発売になったものがビルドさんっていうところで、なんだかね仮面ライダージオーさんとってもいい人な気がします。それは関係ないか。まあいいや、とりあえずまずは箱をいろんな方向から見てみよう。箱をいろんな方向から見てみたところで、箱を開けてみましょう。箱オープン。それでは中身を取り出してみます。うわー出てきた。ドキドキワクワク、わーすごいですね。出てきました出てきました。この袋からも取り出してみましょう。はい、こんな感じでございます。ここはあの電池の間に挟まってる白いやつだね。へー、ではいろんな方向から見てみましょうか。はい、いろんな方向から見てみました。いかがでしたか。でね、この赤いの外れるみたいなので外してみます。くるっと回して外す。ほら外れた外れた。でこちらのアイテムなんですけれども、後ろ側のここが時空ドライバーで読み取る読み取り部分ですね。そしてこのちっちゃいポッチ、これがリセットボタンになります。そしてここに QR コードがついていますね。はい、そしてカバーを戻しました。こちらですね、単体遊びやってみたいと思います。まだデラックス時空ドライバーは発売されておりませんので、こちら単体で遊んでみたいと思います。正直ね、お店にお試し用の時空ドライバーあったじゃない、あれにこれつけて聞いちゃおうかな音声とかって思ったんだけど、それはちょっとマナー的にやっぱダメかなと思って我慢しましたということで、単体遊びやっていきたいと思います。単体遊びといたしましては、こちらを回すことで絵柄を変えることができます。これがですね、一つ単体遊びですね。で続きまして、光る、鳴る遊びです。この上のボタンを押します。おーすごいね。ではでは音声確認していきましょう。まず1回目にボタンを押すとビルドって言いました。そして2回目にボタンを押すとベストマッチフルボトルで変身する天才ライダーはビルドだ。その通りビルドだ。で今ちょっとよく見えなかったかとは思うんですけれども、これ実はここ光ってるんですよね。音声と同時にそこを確認していきたいと思います。暗くしてみました。それではもう一度ボタンを押して音声とそれからここ光るの見ていきましょう。次こちらのカバー回しまして、ちょっと絵柄が変わった状態でもう一度確認していきましょう。はい、こんな感じでございます。まああとはね、時空ドライバーが発売になるのをもう待つしかありませんね。実は僕なんかちょっと予約しそびれちゃってさ、当日お店に頑張って並びます。買えるかな、大丈夫だよね、ドキドキ。はい、あと本日こちらのデラックスビルドライドウォッチとじゃじゃーん、ライダーヒーローシリーズのお人形です。僕がお人形っていうのも変な話なんだけどね。はい、こちらジオーさん発売になりました。はい、前から見るとこんな感じです。ちゃんとライダーってなってます。ここら辺がねシルバーで塗られていて、軸ドライバーをねもう結構まあいつものことなんだけど、まあ、雑にふわっと白く塗られております。そして腕にはこれねついてますよ。
まだ名前覚えてないの、ね、こっちもついてます。そして後ろ側もちろん何も色ついてません。こんな感じです。足元膝のところちょっとくすんだシルバー、そしてピンクですね。裏側はこんな感じです。んで注目したいのはやっぱ足の裏だよね。キックって書いてあるのかなと思いきや何にも書いてません。残念。はい、ということで本日発売されたものこの2点紹介いたしました。それでは皆様、もうみんなもねお店で見たとは思うんだけれども、軸ドライバー子供車スタッフがお試ししてきましたので、こちらご覧ください。どうぞ。すごいよね。なんか迫力がね、ほんと楽しみです。早くこのビルドライドウォッチをピッとはめてね、くるっと回したいなーってとっても思っております。これからどん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 発売になるジオさんのアイテム楽しみだね。それじゃあ今日はこの辺で、早く僕の村にもジオさんやってこないかな。あと本日8月4日は仮面ライダービルド劇場版ビーザワン公開でしたね。僕映画館行くの忘れてた。あグッズとか見てこようかなと思ったのに忘れてた。どうじまあ仕方ないや、そのうちね見に行きたいと思います。それでは今日も最後まで見てくれてありがとう。なかなかいいんじゃない、これからも頑張ってねって思ったらグッドボタン、他の動画も見てみようかなと思ったらチャンネル登録よろしくね。じゃあね、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。